小林と言います。お姉さんとは、今年の5月26日の日に偶然ウエストさんの国で、まあ、ライブがあったので、その場で、お知りの友達になりました。友達と知り合いになりました。初めて会って、それからはお付き合い始まりました。今年の夏はすごく暑くって、少しでも涼しくなっていただけたらと思いまして、さよならの夏選んでみました。ではお聴きください。Thank you.
では、賑やかに、だいぶ。